サモンナイトシリーズサモンナイト2、サモンナイト2は2001年8月2日にバンプレストから発売されたプレイステーション用のシミュレーション RPG。サモンナイトシリーズの第2弾。後に PS1 ブックスで連価版が発売されている。また2008年8月7日に任天堂 d DS でリメイク版が発売された。後日談を描いた小説や、 ドラマ CD も発売されている。基本的に前作のものを継承している。DS 版の追加要素もほぼ一の時と同様。青の派閥の卒業試験にギリギリ合格し、晴れて一人前の召喚師となった。主人公は上層部から諸国視察の任務を命じられた。しかし、事実上の追放処分とも言える。この命令には主人公を疎む者たちの暴略があった。 リーンバウムにおいて、召喚師はそれぞれ仮名を持ち、先祖が積み上げてきた召喚術の秘伝を受け継いでいくことが重要視されている。そういった慣習の中で、主人公は仮名を持たず、己の実力のみで召喚師となった平民出身の召喚師、いわゆる成り上がりであった。ある種の特権階級である召喚師の中にあって、成り上がりの召喚師は別視されていたのである。 自らを追放するための策略であると知りつつも、主人公はあえて上層部の命に従い、諸国視察の旅へ出ることを選んだ。監視役として同行する兄弟子のネスティ、制約を結んで間もない後永住と共に、主人公は与えられた任務を全うしようとする。それが、己に課せられた宿命と向き合う過酷な試練であることも知らずに、名もなき世界から召喚された。 前作主人公とは違い、今作主人公は舞台となる異世界リインバウムの住人である。18歳。幼少時、偶然、サモナイト医師に触れたことで暴発を引き起こし、青の派閥によって保護された。以降は、青の派閥師範、ラウル・マスクに支持している見習い召喚師。卒業試験にギリギリ合格し、一人前の召喚師と認められたのをきっかけに、兄弟子のネスティ、 制約を結んで間もない後永住と共に諸国を巡る視察の旅に出る。あらすじにある通り、成り上がりとして辛い幼少女を送っているが、それを表に出すことなく、人前では明るく振る舞う。持ち前の明るさと勇気で多くの困難に立ち向かっていく。名称変更か。後日談にあたる3の番外編では、本編から2年の月日が流れており、 師範となったギブソンとミモザの後を継いで各地の遺跡を調査するために3の舞台となった忘れられた島を訪れている。PSP 版3では護衛獣と協力して放つ必殺技響き回連撃が追加された。聖役者が現れるまで最強の召喚師と歌われていた調律者クレスメント家の末裔である。幼い頃から主人公と同じ死犯に支持している兄、弟子。 ネスキと諸国視察の旅で出会った少女、アメル。本作のキーパーソンとなる存在で、主人公とは深い因縁で結ばれている。主人公が卒業試験の課題として制約を結んだ、護衛獣。当初は自らが置かれた立場に戸惑っていたが、主人公達との視察の旅を通して徐々に絆を深めていく。旧王国最大の軍事力を有する崖城都市。 デグレアの特務部隊。聖女と噂されているアメルを拉致するため、レルム村を襲撃した。いずれもフロンティアワークスより発売。ありがとうございます。